ティアドリームのモモアとティアラとミントの3人みたいに、私たちも可愛くお着替えして、アイドルに大変身しちゃおう。まずはキュアミラクルから。キュアミラクルにはどんなアイドルのお洋服が似合うかな。このキャンディーがたくさんのお洋服、このお洋服を着替えさせてみようっと。わあ素敵。このお洋服にはこのリボン、靴はこれを履いて、とっても甘いスイーツ系アイドル、カラフルなおっきいリボン、フリフリのスカートに左右色が違うソックス、個性的で可愛いファッションだね。とっても可愛い。別のドレスも着てみよう。今度はちょっとクールなこのドレスにお着替えしてみるよ。これを脱いで、よいしょ。このドレスにお着替え。カチューシャの青色、靴も脱いで、この靴にお着替えするよ。このお洋服を着たキュアミラクルも素敵だね。かわいいアイドル。ちょっとだけキュアマジカルのお洋服とも似てるね。よし、今度はキュアマジカルをお着替えしてみるよ。キュアマジカルはいつもクールな印象だから、アイドルになるときは思いっきりフリフリのピンクのお洋服着てみようっと。まずはこのピンクのハートがついたフリフリのお洋服を着せてみるよ。キュアマジカルに似合うかな。あー、このお洋服も似合うね。靴も履かせて、よいしょ。もうちょっとこっちかな。頭にはリボンを2つ。いつものかっこいい印象とはちょっと違う、とってもキュートなキュアマジカル。このお洋服も似合ってるね。今度はこっちのお洋服を着せてみるよ。これを脱いで、よいしょっと。あー、これも素敵。リボンを外して、頭には何つけようかな。これをつけてみよう。よいしょ。靴もチェンジさせてみるよ。次の靴はこのピンクと茶色の靴。この靴も可愛いね。このアクセサリーもいいけど、この帽子も似合いそう。うん、可愛い。キュアマジカルのアイドルスタイル出来上がり。よし、じゃあ二人ともライブステージに移動しよう。マイクを持って
プリキュアたちの素敵なライブの始まり。二人とも可愛いアイドルに大変身できてよかったね。キュアミラクルとキュアマジカルのコーディネート可愛いね。みんなはどのお洋服が好きだった？もっとたくさんのお洋服にお着替えさせてアイドルを楽しんじゃおうっと。この8つの卵のどれか1つだけにゴゴ玉が隠れているよ。どの卵に隠れているかみんなわかるかな？正解は青の隠れ玉の中におしゃきが隠れていたよ。青の隠れ玉を選んだ人大正解。いいことあるかも。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意しているので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。